おとどの君はまれまれ渡りたまいて、ええ、ふとも立ち返りたまわず、静心なくおぼさるるに帰りたまゆぬとて、人参りたれば、さらに何事もおぼし別れず、おぼん心もくれて、渡りたもう道のほどの心もとなきに、下にかの院は、ほとりの王子まで人立ち騒ぎたり、殿のうち、亡き罵る気配、いとまがまがし、我にもあらで入りたまえれば、日頃はいささか暇見えたまえるを、にわかに何かくおわしますとて、三郎限りは我も遅れたてまつらじと魔道様なども限りなし、水宝どもの断小墓地僧なども去るべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを見たもうに、さらば限りにこそはとおぼしはつる浅ましさに、何事かは類あらん。源氏の君はまれまれ三宮のところへお出かけなさって、えふとも立ち返りたまわず、お出かけになるとようすぐにも二条院の紫の上はもう今はね、二条院で養生しているわけですから、前のにあったようにその二条院へもすぐさま短い間にまた取って返されるというふうなことはなさらずに、静心なく気持ちもそぞろにお過ごしになっていらっしゃるにつけて、突然に頼りたまゆぬとて人参りたれば、二条院から使いが来て、紫の上様が急に命お絶えになりましたというふうに使いがやってきたからして、全く何事もおぼし分かれず、判断がにわかにはおできになれずに、御心もくれて、ね、ここにくれて、お気持ちも真っ暗になってしまって、お気持ちもかけくれて、眼前が真っ暗になってしまってくれてっていうことは、そんなふうにだから涙にくれる、涙で目の前が何もこう見えなくなってしまうこと、それから恋への闇、あるいは金に目がくらんで、みんなそうですね、子供への愛情のために物事の判断がきちんとつかなくなってしまって、あるいはお金への欲望のためにすっかり物の筋目、きちんとした物の通りが判断できなくなってしまって、真っ暗になってしまってというのが一番こう感覚的なんですが、それがくれてですね、今一番くれてるのは政治家たち、真っ暗ですね。それにしてはまあ世の中割に明るいのは日本人が全体がしっかりしているからだと、まあ、言っておけばなんとなく時流に合った言い方かもしれないんですけど、本当に我々それほどしっかりしているんですかね。
かね、まだヨーロッパの人たちの方が一番目を開けなきゃならないところに開けているようで、あとはなんかみんな真っ暗な状態ですね。心が真っ暗だから電気で明るいんだって、その危ない電気の光で明るくなってるわけですが、とにかく今人類が全体が瀕している明暗の境っていうのは非常に際どいところ、危ういところへ来ている感じですね。必ずしも日本の政治家だけでもない、世界中なんか政治家が真っ暗、あと哲学も文学もあまり冴えないような感じだけれども、政治ほど真っ暗ではまだないような感じがします。とにかく暗くなってるわけです。でさらに何事もおぼし分かれず、心もくれて渡りたもう道のほどの衣となきに、二条院に駆けつけてこられるわけですが、その心もすっかり闇になって、二条院をお渡りになるその道の間ももう心もとない思いがしきりであるのに、やってきてみると下にかの院は、その二条院は周りの王子まで人たち騒ぎたり、紫の上様が亡くなられたというふうなことがいち早く漏れて、そして周りの者たちが大騒ぎをしている。さらに殿のうち亡き罵る気配いとまがまがし、御殿の中入ってみると人々がもう口々に泣いたり大声を上げたりしている、その様子、大変不吉な感じ、まがまがしい様子である。源氏の君も我にもあらで入りたまえれば、自分ながら自分の気持ちというふうな思いがしなくって、御殿の中へお入りになってみると、日頃はいささか暇見えたまえるをにわかに何かくおわします。この頃は少し病気が軽くなっていらっしゃる様子でございましたが、突然にこんなふうにおなりに遊ばしました。そば好きの女房たちがそう言うわけでしょうね。とて三郎限りは、我も遅れたてまつらじと魔道様なども限りなし、おそばに仕えている者たち、我も遅れたてまつらじっていうのは、紫の上の死での旅に自分もお供しようということですね。我先にメイドの旅路のお供しようと、あれこれとうろうろと取り留めもなく騒いでいるその様子は、この上もない混乱した状態で
あった。水法どもの断固墓地僧なども去るべき限りこそまかでね。ほろほろと騒ぎを見たもうに、その今まで、力のある法力のある僧侶とか賢者とかいうふうな連中集まって、それぞれにこう祈りの限りを尽くしていたわけです。それが、亡くなられたもう致し方ないということで、その祈祷をしていた者たちが壇を壊してしまい、祭壇を壊してしまい、僧侶などもしかるべき限りこそまかでね。まあ一番主だったものはまだ退出しないけれども、他のものはもうバラバラになって立ち騒いでいる、その様子をご覧になるにつけて、さらば限りにこそはもうこの様子では本当に紫の上は今を限りとこの世を去ったのだと、おぼしはつる浅ましさ、断念なさる源氏のお気持ちの情けなさに、何事を例えられようか。何事よりも悲しくひどいご様子である。突然なんですね。ここに非常に突然の形で、まあ病気であって伏せているってことは前から出て続いているんだけれども、こんなに急に危篤だけじゃなくて、もう息絶えた状態になってしまうということは、源氏も思っていなかった。大体あのこの頃の、その人の死を決める、亡くなられたということを決定するのは、今だってその、まあ、脳死の状態ということですけれども、なかなか難しいわけ。ましてこの頃は薬とか医術とかっていうよりも、むしろこういう宗教的な力というふうなものの方がはるかに優越しているような時代ですから、人の死を決定するっていうことがなかなかきっぱりと決定的にはいかなかったわけですよね。完全に呼吸が止まってしまう、脈が止まってしまう、瞳孔が開いてしまう、まあそういうあの現象があるわけですけども、どの段階ではっきりとこう決定するかっていうことは難しいわけで、気絶した状態になってもそれも死というふうに決めて大騒ぎするのはしばしばあることです。